皆さんこんにちは、今日は政治家女子48党の仮処分と立花久美氏と当事者的確ということでお話ししようと思います。大津彩香党首は仮処分の申し立てをされているんですよね。でその相手方は斉藤健一郎議員個人と政治家女子48党になります。でまあ、この政治家女子48党は法人なので代表者の名前を書く必要があるんですよね。で、まあ、最初は違ったみたいなんですけど、今はどんな書き方になってるかというと、政治家女子48党代表者臨時管理人立花久美となっているんですよね。で、まあ、これがおかしいっていうのが立花孝志氏側の、まあ、主張になります。丸山穂高氏も、まあ、おかしいとおっしゃってるんですよね。で、まあ、どんなふうにおかしいとおっしゃってるかというと、まあ、出発点はね、あの法人格付与法の9条の4になるんですよね。見出しは利益相反行為とあります。では、条文を読み上げます。法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は代表権を有しない。この場合においては党則等の定めるところにより特別代理人を選任しなければならないっていうふうにね、まあこれ定められているんですよね。でもこの条文の中に、丸で終わる文章が2つあるんですよね。このような場合、1つ目を第1文、2つ目を第2文と読みます。で、まあ、この条文について丸山氏とか、まあ、立花孝志氏の理解は、政治家女子48党の規約には特別代理人についての定めがない。よって規約13条1項の本規約に定めなき事項については役員会において決定するというね、規定が適用される。だから役員会で、選任しなければならない。それなのに役員会を開いていない。だから特別代理人は今いないんだ。だからそのさっき言った書き方は誤りだっていうね。したがって、仮処分は当事者的確がないとして却下されるだろうというね、まあ、これが、立花孝志氏側の、まあ、主張なんですよね。まあ、私から見るとこの主張は誤りだと考えております。で、まあ、私の考え結論を言うと、立花久美氏は特別代理人であることが規約に定められている。したがって、まあ、役員会で決めることではない。だからさっき言ったそのね、書き方は正しいとことになって、当事者的確がないとして却下されるということはないというのが私の考えになります。ところでですね、まあ、そもそも当事者的確の問題ではないと思うんですよね。まあ、当事者的確というのは当事者としてまあ、適切かふさわしいかっていう話なんですよね。で、大事なのは代理人代表者は当事者ではないんですよね。あくまで当事者は、もちろんね、申し立てた方の大津彩香党首が当事者で、その相手方の当事者は斉藤議員と政治家女子48党というね、まあ一人と一法人なんですよね。この一人と一法人は当事者適格があるんですよね。要は代表の地位を争っている個人とそれから法人なんですよね。だからこれ正しい、当事者の選び方なんですよね。でただですね、法人内における役員の地位とかいう、まあ、裁判とか仮処分には体制校っていうね、もうみんなに、通用する効力があるんですよね、裁判には。だからその争っている個人とそれから法人をね、一緒に訴えなければいけない。だから訴えるじゃなくて、まあこれ仮処分なので申し立てないといけないんですよね。でこれを、まあ
訴訟の場合は必要的共同訴訟って言って、まあその誰かと誰かを一緒に訴えないと、一方が欠けてたりしたらもうあの訴え却下されるんですよね、門前払いされるんですよね、まあ、それと一緒で仮処分の法人の役員の地位を定める仮処分も争ってる個人と法人をね両方相手方にしなきゃいけないんですよね。で一緒に訴えないといけない相手に漏れがあると訴訟要件が欠けているとして、まあ、却下されるんですよね。で今回の、まあ、申し立ては斉藤議員と政治家女子48党の両方を相手にしているから、まあ、この点でもね漏れがないんですよね。ただしこの立花久美氏を代表者にしているのが間違っていた場合は、その政党政治家女子48党を相手にできていないんですよね。その間違った代表者を相手にしているからなんですよね。だからこの場合は斉藤議員個人のみを相手にしたということになって、まあ、訴訟要件が欠けているとして、まあ、却下されるというのもあり得ると思います。だからまあ要はですね、結局は問題は、立花久美氏がこの特別代理人であるかどうかっていう、まあ、その一点にね絞られるんですね。特別代理人ならばその、ね、ちゃんと政治家女子48党も一緒に訴えれてるから、もちろん、訴えなきゃいけない相手を正しく一緒に訴えれあの申し立てできてるから、問題ないということになるんですよね。じゃあこの、立花久美氏が特別代理人で間違いないかどうかですね、まあ、これ一番あの、まあ、私とそれから立花氏側の、まあ、考えが違ってる部分を、まあ解説していこうと思います。で、出発点は規約の8条になるんですよね、まあ、皆さんもうね暗記してしまったかもしれないんですけど、まあ、読み上げます。当主が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合には臨時管理人がその当主の職務を代行するっていうね、まあ、条文なんですよね。でまあ、これ、まあ、問題になるのは当主が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合っていうのがどういう場合かっていうことなんですよね。でまあ死亡は書いてありますね。でまあ重度障害もね分かりますよね。まあ本当に喋れないようなね重度の障害。であとまあその等などっていうところには例えばね失踪してしまったっていうね、とかあの事故にあって例えばね船に乗っていた時に沈没して生死不明とかね、まあ、こういうのも、まあ、もちろんね意思の表明ができないっていうね間違いないので、まあ、これも入るんだろうなと思うんですけど、私はここに法律上職務を行えない場合っていうのが入ると考えるんですよね。まあ、この意思の表明ができないっていうのがすごくね、まあ、限定的な喋れないとかね、そういうのに限られるように、まあ、読めるんですけど、まあ、ここはあのちょっとね拡張解釈っていうのをして職務を行えないっていう意味に解釈するのが適切だと、まあ、考えるんですよね。でその法律上職務を行えない場合っていうのがさっき読んだ法人格扶養法9条の4になります。で、まあ、さっきの、まあ、条文の、第1文、によると政党と代表者の利益が相反する場合に代表権を行使するときは代表権を有しないと定められているんですよね。で訴訟行為は、訴訟とかねあの仮処分手続きの行為は訴訟行為って言うんですけど、まあ、あの代表権の行使になるんですよね。でこれ利益が相反してるんですよね。その例えば大津投手と、そのね政治家女子48と片方が勝って片方が負けるっていうね、こっちが勝ったらこっちが負ける、こっちが勝ったらこっちが負ける、利益がね相反しているので、したがって法人格扶養法9条の4により法律上職務を行えないっていうことになるんですよね。で私の考えではこの規約8条の要件に該当するので、結果として臨時管理人がその当主の職務を代行するっていうまあことになると考えます。で職務を当主の職務の中には代表権と業務執行権があるんですよね。
でこの代表権の行使が、法律上できないから、そのこの裁判手続きについての代表権の行使の部分を代行するっていうことに、なるという解釈になると思います。でまあ確かにですね、その立花氏とか、まあ、丸山氏がねおっしゃる通り、規約に特別代理人っていうね言葉はどこにも出てこない、それは間違いないんですよね。ただですね、この特別代理人っていうのは通常の場合の代理人、代表者として行動する人の代わりに、特別の場合にその代理権、代表権を行使するものという意味で、特別代理人っていう名称でなければいけないわけではないんですよね。だから党則とか規約でそういう役割の人として定められていればいい、ということになります。でまあこの規約を読むと、規約の7条1項を読むと、党首は立場じゃなくて、党首は大津彩香とし、臨時管理人は立花久美とするということなんで、党首の次に書かれているっていうことは、党首が何かあった時に、まあ、この人がね埋めるみたいなね役割なのかなっていう、まあ臨時の場合に党首の代わりをやるっていうね、管理人っていう、まあそういう名称だと思うんですよね。で、先ほど読んだ規約の8条を見ると、やっぱりね党首が何かあった場合にその代わりをやるっていうね、そういう条文なんで、あこれはさっき読んだような、役割の人なんだな、つまり立花久美氏が特別代理人であることは規約で定められている。だから、法人格不与法9条の4の第2文、この場合においては党則等の定めるところにより特別代理人を選任しなければならない、規約によってもあらかじめ選任されているから、この立花久美氏が特別代理人になるというふうに、まあ、私は考えるんですよね。だから、規約で定められているので役員会を開く必要はないというふうに考えております。ので、私の考えでは訴訟行為は代表権の行使、まあ、これはね間違いないんですよね。だから法人格不与法9条の4により、大津党首は法律上職務を行えないから、規約8条により立花久美氏が代行できるいうね、まあ、考えになります。ところが総会の招集は代表権の行使ではないんですよね。業務執行権の行使なんですよね。だから代表権の行使について定めた法人格不与法9条の4は関係ない。したがって大津党首は職務を行える、立ち話側に立つと斉藤議員は職務を行えるんですよね。だから規約8条の適用はない、つまり、立花久美氏は招集できないっていう、まあ、ここがね、まあ、違うところだというふうに考えております。ではご視聴ありがとうございました。